41話の人の心がなさすぎる特殊オープニングに阿鼻叫喚が止まらないみんなの反応集。それではどうぞ。今週は内容盛りだくさんだから色々とカットして放送してるのかなと思ってたけど、まさかまさかの最後の一番エグいタイミングでオープニング来た。なんてタイミングでオープニング入れるねん。みんな心なさすぎるだろ。やばいって。オープニング入れるタイミングに悪意しかねえよ。こんなタイミングで入れるのダメだろ、イタドリ。お前マジでかわいそうな主人公だな。うわぁ、このまま終わりかと思って見てたらラストにとんでもない爆弾飛んできてクソ笑った。マジでヤバすぎんだろこれ。オープニングはいらないんだって思った段階でこうなることを少しでも考えておくべきでした。みんな精神壊されてるのほんまくさ。わかるぞ、きつかったな今週。どうしてこうも主人公を苦しめるのかというか、マジでどうしてこうも報われない展開を量産し続けることができるのか。イタドリが苦しんでるのももちろんだけど、いろんな荒廃した渋谷とかマコラとスクナの戦いもそうだし、再確認させるのエグいな。イタドリとスクナが入れ替わる前にもう一度振り返りましょうと言わんばかりに、スクナの悪用を復讐させてくれる制作人優しいな。ふざけるな。マジで制作人が呪霊で作者も呪霊だからこそこの演出が生まれると思うんだよ。じゃないとこんなんどう頑張っても思いつかんて。冒頭にお前は人を助けろってセリフが入ってきて、最後にこのままじゃ俺は人殺しだって入ってきて、対比で終わらせるのが完璧すぎて鳥肌止まらん。おじいちゃんのセリフは言ってきて、少なに視点移ってなんでだろうって思ったけど、最後見て納得だわ。この対比のためにね。マジで人の心ないぜ。ドア玉で人を助けろから始まって、後半に行くにつれて大量虐殺になっていくの控えめに言ってエグすぎる。この運営陣は、天内ちゃんがパパブロに殺される時にいきなりエンディング入れた時のことを忘れたのか。あの時お前たちは何人の精神を壊した。その天内雅子特殊エンディング事件で制作と運営に味を占めさせてしまったんだ。あいつら特級呪霊に学習する機会を与えてしまったんだよ。天内治、このパパブロ銃殺の時にいきなりエンディング入れて希望を見せて絶望に突き落とす演出もマジでエグいなと思ったけど、今回のは絶望を味わってるイタドリに対してさらに絶望を与えるオープニングだから全く別物。やってることは同じでも状況が全く違うからな。イタドリの場合は天内ちゃんみたいに救われるかもの落とし方じゃなくて、もう救われない上で追い打ちだから立ち悪い。どっちもどっちだわ。テロ吐くシーンからオープニングに繋がった時、自然とあーって言っちゃったわ。イタドリとスクナが視界とかも含めて記憶も共有してるから、スクナがしたことはイタドリがわかってるのがヤバいよね。テロのところとかもリアルすぎて苦しくなった。イタドリが善人だってとこから始まってるから、でもうこのシーンは苦しくて仕方ない。イタドリが地面引っかいてるところ、てっきり砂の場所を掘ってるようなイメージだったんだけど、コンクリを引っかいててうわーってなった。死ねよって言いながら引っかいてるところもだけど、爪とか剥がれても引っかき続けてるのがめちゃくちゃ苦しくて仕方なかったぜ。原作勢だったんだけど、ここもっと柔らかいところをガリガリしてるか、コンクリを砕くくらい強い力かで想像してたのに、まさかの爪剥がれててきつい。えのきさんマジでなぁ、演技が上手すぎる。聞いてても自然だし、自分だけ自分だけのとことかも、イタドリがそこにいるみたいで寄り添えたくなった。イタドリの声優が上手すぎてマジですごい、自分だけとか行かなきゃとかもう全てが完璧すぎた。怖いと怖いが共存してる感じ。イタドリの真顔の部分が原作同様でめちゃくちゃ良かった。この死んだ目と落ち着いたトーンで、このままだと人殺しだなのが良すぎる。このイタドリの死んだ顔よ、マジで最高だわ。原作勢もアニメ勢も心を壊しに行く演出よ。見てて心が持たんかったぜ。普段明るくて笑顔でカラッとしてるからこそ、真顔の場面とかありえんくらい映えるよな。この追い詰められる感じがエグいよね。オープニングのカットの中に
首なし土下座の制服女子が平気で入ってくるのほんまエグいわ。耳ななの死体をもう一度映すところがエグいし、首飛ばされて土下座で死んでるのほんま。改めて見てもエグすぎてゾワッとするな。耳ななをもう一回映すのってもう何ですか。これはもう先週以前に終わったはずじゃないですか。もうやめましょうよ。命がもったいない。オープニングそこに入れるんかって正直思ってしまった。ここは普通に BGM とかなしでイタドリの精神崩壊を描いてほしかった。 BGM とかない方が良かったし、オープニングも差し込まれてもなーって感じだったな。演出も全部良かったからこそそこが微妙で残念だった。イタドリと特殊オープニングで心壊されてたのに最後にとんでもないの来た。七人生きてるの嬉しいけど、これもう助からないよね。顔半分ないじゃん、エグすぎる。待って七人死んじゃうの？そんなん耐えれない。燃やされた段階で死んだとはさすがに思ってなかったけど、マジでか。七人は来週か。アニメ勢の反応が来週楽しみすぎる。戦闘シーンもやれすぎ。アニメは素晴らしかったし、本当にすごいんだけど、でも何が起こってるかがわからなくて正直特殊オープニングどころの騒ぎじゃなかったわ。アニメ勢は結構これ見て疾走感がありすぎて混乱したりしてる人も結構見かけたりしたんだけど、原作を読んでてこの疾走感が理解できない人はどうなってんのって感じ。そんなわかりにくかったか。どこをどう見ても圧倒的な完成度で文句の一つもないわ。マジで凄すぎたし最高すぎた。飛ばされてジュースとポップコーン持って出てきて食べて飲んでってしてるスクナさんがあまりにも可愛すぎて話入ってこなかった。ポップコーン持ってきてまずいなっていうのもおもろいし、スクナがなんか人と同じもの食べてるのもめちゃくちゃ変な感覚になったわ。マコラさん白すぎてめちゃくちゃ良かったというか、登場シーンの盛られ方とめぐみの顔の感じが最高でした。マジで映画だった。ワンピースのあの国を彷彿とさせるような場面が多かったな。全体的な作画のニュアンスがかなりそれに近いなって印象だったわ。圧倒的にエヴァだったし、なんかマコラさん途中でゲーミング化してるのが気になって、なんで急にこんなピカピカしたんや。ゲーミングマコラって言い出したやつ天才すぎる。一瞬でどのシーンかわかったし、あまりにも格好良くて吹いてしまった。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人はいければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありが